はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日は大食いのね、動画見てる方だったらだいぶ知っているんじゃないでしょうか。ちょっと僕の後ろにですね、いろいろと写真が載っております。はい、数々のね、大食い YouTuber さんがチャレンジに来て成功しているですね、こちら金華堂さんに本日はお邪魔しております。みんなのね、動画を見てる方でしたら、まあ、どんなメニューがあるかね、結構知ってる方も多いと思うんですけれども、こちらね、食券機の方を見ていただきますと、チャレンジメニューがね、まあまあな数ございます。今日僕が挑ませていただきますのが、こちら、世界一美味しいチリトマトラーメンを使った、約総重量6キロ30分会員完食で成功という、こちらのデカ盛りチャレンジに挑戦したいと思います。で、メニューもですね、こちら、チリトマトラーメンをはじめとして、塩や醤油や味噌と、タンメンなんかもあるね、まあ、美味しいメニューが揃っているお店さんなので、正直、今日何食べるか迷ったんですけれども、一発目はこちらの左腕ね、挑戦させていただきたいと思います。で、今回はね、まあ、ちょっと一発目なので、後日ね、改めて2回目の撮影では、まあ、並盛りをね、食べていこうと思いますが、今日はですね、みんなに習って、ガチチャレンジをしていきます。はい。ちょっと、みんなのね、動画にも出演されてるので知ってる方もいらっしゃると思いますが、金華堂さんの店主さんでございます。本日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい。ということで、早速ですね、チャレンジメニュー作っていただきまして、全力で挑んでいこうと思います。はい。ということで、ただいまですね、本日注文させていただきました、こちらのチャレンジメニューが到着いたしました。これ見て、見て、でかい。で、とにかくね、もう来た瞬間からいい匂いがしております。もうチャレンジなんだけど、本気で挑むって言ったんだけど、ほんと味わいたいぐらい。もうちょっとそれはね、次回ね、並盛り食べに来る際に撮っとくとして、今日は全力で挑みたいと思います。よろしいですか？はい、大丈夫です。はい、3、2、1、スタート！ありがとうございます。じゃあ、いただきます。それで、いただきます。はい、召し上がりください。ひとまずやっぱりこのスープですかね。うわ、うまそう。うわ、うまい。トマトの酸味とね、この動物系のちゃんとしたうまみ、コク、いわゆる多分ね、チンタンというか淡麗系のスープがベースだと思うんだけど、でもね、この厚みがすごいのよ、うまみの。ただめっちゃ熱いですね。あの、みんなの動画見て学んでたんですけど、めっちゃ熱いな。早速これ麺いっちゃいましょう。湯気やばい。湯気やば。ちょっと麺いただきます。うん、うん、うわ、おいしい。うわ、このもちもちの上にまたこのトマトの酸味ぴったり合うわ。うまっ。バターいいっすね、これ。めちゃくちゃ合いますね。うまい、これ。ちなみにこのチリトマトラーメンには、追い飯がね、無料でつくらしいんですけど、それに関してはこの総重量6キロ以外の、またプラスのね、重量になるので、余裕があったら、お召ししたいと思います。うん。うわ、うまっ。うわ、玉ねぎが。合いますね、この刻み玉ねぎ。うん。いや、でも。ガチでは行きたいんだけど、これ楽しまないのがもったいすぎるんだよな。ちょっと今回この炙りチーズもね、トッピングしてありますんで、ちょっとこれをこう麺に絡めて。うまいな。ちょっとね、いろいろと味変をしていきたいので、ここに全部入れちゃってもいいんだけど、せっかくね、こちら、取り皿いただいてますんで、ちょっと取り皿に麺を分けまして、卓上にございます調味料、これタバスコでね、一旦味変したいと思います。
うまそう。ああ、合うわ。ちょっとタバスコがね、大丈夫な方であれば絶対やってほしい味変だね。これはものすごく合います。続いてはこちら、ブラックペッパーで。うーわー見えます？こんなの 100% うまいから。もうひとまずこれで、現在ね8分ほど経過してますが、麺ですねはほぼ完食か。あとは今取り分けた分だけですね。じゃあちょっとこの辺りでですね、卓上にございます最後試したかったもの、焦がし玉ねぎを使って、そこにプラスでこのすりおろしのニンニクも入れて、いやこれはうめえでな。うまっ。うん、うわめちゃくちゃうまっ。ちょっとまだ麺が残ってますが、こっちもね順次スープ食べていかないと最後スープだけになっちゃうので、ちょっと並行してね進めていきますね。冷めないですねこれ。冷めないっす。最後まで。でもそれこそ本当に並盛りで頼んでも最後の最後まで熱々で楽しめるんで、はい、それこそ追い飯したリゾットでもちゃんと温かくて美味しそうですね。はいはい、皆様はねぜひ追い飯してください。通常でこのサイズの器で、はい、あ、じゃあ本当に一般の方も一旦まとめた後でも、はい、女性の方でも、はい、結構やっぱりそこを心配されて頼めない方もいらっしゃるので、はい、こういう情報をねいただけるとすごく嬉しいですね。はい、うん。ということで、ただいまですね取り分けた、麺スープは完食しました。現在ね、16分経過ということで、まあ20分で食い切ってたらマジでいいなと思ったんだけど、4分じゃこれ飲みきれないですね、さすがに。いやでもこれちょっと行きたいな。ちょっとこのトマトラーメンで食べてる人20分以内で完食してる大食いの方は誰も今のところ多分いないと思うので、ちょっとやってみますわ。ちょっと挑戦します。はい、あっちちょっと行くか。じゃあすごっ。うん、マジで久々にこの飲み方するね。
ごちそうさまでした。ちょっと今押すのが、ちょっと今押すのがですね、遅れまして、ちょっとタイマーではね、20分と1秒なんですけど、20分で入れてか。切ってました。大丈夫です。ありがとうございます。すごい。20分ということで、本日のチャレンジで成功とさせていただきたいと思います。熱い。いや、ちょっとですね、まあ、本気のチャレンジとお話をさせていただいたので、本来であれば、追い飯なんかもね、楽しんで、このメニューの最大限、こう、活かせる食べ方をしたいなとは思ったんですけれども、まあ、いかせん、ちょっと途中から自分のスイッチが入ってしまいまして、食レポの人から、フードファイターに、ちょっと途中から切り替わってしまいました。すいませんでした。ただですね、本当に、途中にね、お話ししたような内容に関しましては僕の本心ということで、本当に美味しかった。なかなかですね、最近ではまあいろんなお店さんとかでもトマトラーメン出されているところもあると思うんですけれども、こちらの金華堂さんのこのトマトラーメンはパスタでもないし、その他の料理でもない。本当にラーメンとして、こう、トマトのね、酸味とか旨味が加わって、本当に美味しいラーメンですので、ぜひね、気になった方はこちらの金華堂さんのこの世界一うまいこのトマトラーメンね、食べてみてください。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が撮ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っております。そちらは概要欄から合わせてチェックしてみてください。そしたら、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。ごめんなさい。いつもだったら、こちらの時間帯は、米編コーナーなんですけれども、この編集時にですね、前回の動画を公開する前にもう編集が終わってしまっているので、今回はこれ撮影したね、まあお話だとか、前回の、怪物さんとのコラボのお話できればなと思います。で、ちょっとね、久々のガチチャレンジでございました。まあもちろんね、ガチとは言っても、やっぱりあくまで商品自体はね、紹介したいなと思うので、どんな味だったのかとか、まあそんなことはお話はしつつなんですけれども、全体的にね、ガチでやらさせていただきました。もちろんいろんなね、ご意見があると思います。そんなにね、喋んなかったら余裕で20分切れるんじゃないのとか、まあね、10分台でいけるんじゃないのと。まあ確かにいけるんですけれども、まあ僕にとってはですね、やっぱりこう、せっかくチャレンジデカ盛りだったとしても、これ食べたいなと、行きたいなと思ってもらわないとね、ちょっとあんまり意味がないなぁと思っておりますので、あくまでできる部分は、こう、紹介しながらね、やっていきたいなと思っております。ちょっと今後ですね、どんどんデカ盛りとかチャレンジメニューだったりとか、並盛りでもですね、結構パンパンになるぐらいまで食べるみたいな、そんなね、企画もどんどんね、出していければとは思っているんですけれども、まあ、どれもガチでやるにしろですね、まあ、いろいろとご紹介をしながら、お店だったりとか、料理、魅力を伝えていけるような動画を作っていければと思っておりますのでですね、今後も大食いファンの方は、ちょっとコメント欄でね、怒ったりせずに、ぜひ、純粋に動画をね、楽しんでいただければなと思います。でだ、そんなところで、前回の怪物さんとの動画の撮影なんだけれど、あれもめちゃくちゃ面白かったね。正直コラボ依頼が来て、先にね、怪物さんの方のチャンネルで撮影させていただいたんですけれども、こっちでね、やるときにどうしようかなと思って、まあ、見ていただくとわかる通り、ああいう感じなので、こう、ちょっとテンポでね、撮影をしたときに、どうしてもこう、ぐちゃっとしちゃう可能性もあるなぁと思いまして、まあいろいろ考えた結果ね、食べ歩きということで、そんな感じで企画を、作らせていただきました。ただね、おかげさまでというか、まあ本当にこう、外でね、撮影したおかげで、なんていうのかな、こう、お店で撮るよりも、怪物さんもね、すごくなんか自由にやってくださったような気もして、よりなんかこう、怪物さんの良さというか、そういったものが出てくれたのかなと思います。まあもう本当にね、あの人はこう人間として、こう、
こう出る人としてね、もう魅力満載の方なので、まあ、僕が何をしなくてもね、めちゃくちゃ面白い感じにはなるんだけど、やっぱりね、ご本人のチャンネルで撮影とか編集とかをやられてるね、その上田さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方のね、ちょっと秀逸なツッコミだったりとか、この扱い慣れた感じがないと、僕ではちょっと怪物さんは持て余しますね。ちょっと活かしきれなかったかなとは思うんですけれども、まあ、そちらもですね、ぜひまだ見てないよっていう方は、僕の動画も、怪物さんの方でね、僕が出演させていただいた動画の方も、合わせて見ていただければいいなと思います。はい、ということで本日はこの辺りで終了したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。